大家好。KCRC シリーズの今回のエピソードでは、三菱商用車の香港代理店である三菱 MP618N のプロトタイプバスを紹介します。エンジン付きのシングルデッカーバスは日本で非常に人気があります。KMB と KCRC での MK117J の成功の後、三菱バスの市場シェアをさらに拡大しようとすることを願っています。このバスは全長 10.1 メートルで、三菱独自のエアロスターボディ採用。45席28立位、日本標準横型自動ドロップドア、密閉窓採用、運転席専用操縦桿、降車軸ブレーキ手動制御、排気ガスブレーキ機能油圧パワーアシスト付きステアリングシステム。三菱 MP618 が香港に到着した後、最初に KMB に使用のために引き渡されました。使用、市バスの色をスキャン、番号は1205、ルート1、5、12を移動するために使用されます。同年7月に試験用に KCRC バスに引き渡し、655、656、K1X 及び K2X ラインを走行するために使用される KCRC 標準色、番号318もスキャンし、約1年間のテスト後にエージェントに返却されます。この車は代理店で一時使用されず、1997年に非フランチャイズのバス会社である新進トラベルに転売され、正面の路線プレートが封鎖され、スタンドが取り消されました。シャトルバスは最終的に廃止され、取り壊されました。2004年。この車が香港でのテストに失敗したのには理由もあり、まずエンジンが2階建てバスよりも大きい 111,419cc の三菱 6D221A 型6気筒エンジンを搭載していること。車の重量もかなり高く、正味重量は 10.430kg で、これは三菱の車体の設計と材料に関連しているため、燃料消費量は理想的ではありません。さらに車両のフロアはわずかに高く、今回の試験では軽車路走行時の油圧量により和式自動中開きドアがうまく閉まらなかったことから、香港のすべてのフランチャイズバスに支持されているわけではありません。多谢晒大家收睇 LCC FTV， 大家记住 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦，拜拜。